バンクです。それではね、早速相談を行ってみたいと思います。ちょっとね、新しいことをね、やってますので、なかなかね、相談にね、答えられないですが、ちょっと頑張っていきたいと思いますので、相談をね、よこしてくれた皆様、少々お待ち遊ばせです。最近相談のコーナーをやってないですが、やめたんですか？自分の変わった性癖のことで相談したいのですが、まさのり、先ほどのね、話はね、撤回します。今ね、新しいことやってて忙しいのよ、まさのりさん。ごめんなさいね。相談ね、全然答えられないですよ。変わった性癖。ダメだっつって、ね、そんなことしちゃダメだっつって、変なもの入れちゃダメだっつって、答えるぐらいしかないと思いますよ。それじゃあね、続いてね、ちゃんとしたね、相談を用意したいと思います。ごめんなさい、相当お待たせしてしまって、楓さん。親友の彼女から告白されました。僕が好きで、親友とは別れ、彼氏になってほしいとお願いされましたが、親友を考えると裏切ることができず断りました。あれから数週間経ちましたが、どうもまだ付き合ってるらしく、親友と別れるといった話は何だったのかわかりません。女ってこんなのばかりなのでしょうか。楓。ファンク昔ね、遊び人だったからね、まあ、痛い女性はいっぱい会ってきたけど、少数よ、まともな人の方が多いよ。でもね、ファンクはね、まあ、チャラチャラしてる人にはね、おかしな人がいっぱい集まってくるよ。だからね、ものすごい人とね、出会ってきたんだけどね、ずーっとね、好きだ好きだって告白されてて、じゃあそこまで言ってくれるならって言うんでね、付き合ったね、昔、今から何歳だろう、10代の時の彼女なんだけど、付き合ってたらね、いやもう本当にね、真面目そうな女の子なんだけど、もうえらくね、男友達が多くてね、この間ね、友達とね、その2人きりで旅行行ったっていうのよ。どういうことだよってファンク怒ったのよ。だって友達だからさ、なんて、そういうやましいことないよって。男友達のね、二人で旅行行ったことを、なんともね、悪いと思ってないのよ。でもそういう友達いっぱいいんのよ。男友達と二人きり飲みに行ったりとかさ、で、電話しても全然つながんなくて、朝方連絡かかってきたのね。で、ごめん、寝てたって。で、それ、駅のね、始発っぽいのよ。いや、もうね、もう、そこでね、もう、さよならですよ。あと、もう一人ひどかったのはね、いろいろね、ファンクにプレゼント買ってくれるのね。でね、しばらくしてね、なんか、ファンクのところに警察が来てね、その彼女ね、ちょっといろいろね、パケラッチョしてて、そういう、なんていうの、グループに所属しててね、芋づる式に捕まったのね。でね、なんかまあ、そういうのをね、ファングにね、渡してたことをね、お前さん話して。で、お前さん来ていろいろ、なんていうの、お前が指示したんだろうとかいろいろ言われたんだけど、いやまあ、周りでね、なんていうの、向こうから勝手にくれる話とかも、いろいろ友達してやつとかしてくれて、まあ、なんていうの、結局大丈夫だったんだけど、えらく疑われたよ。その時、そこも悪かったから。かと思えばね、もう一生懸命ね、バイトしてね、なんていうの、お父さんいなくて、母子家庭のね、同級生の女の子とか、一生懸命働いて家にね、お金入れてる女の子とかもいるし、もういろんな人いる。ね、道端に落ちてるね、石ころだと思った方がいいよ。相手しててもしょうがない。大体さ、このタイプの女の子結構ね、まあ少数だけでいるよ。
本当ね、気にしててもしょうがない。またなんかね、やっぱり好きなのって言ってきたらね、もう黙れまんことね、言ってやんなさいよ。その態度でいいですよ。もうね、相手してるだけでね、時間の無駄です。でもね、親友をね、取ったというね、楓さん、あなたはね、まあ、男らしい。なんか、ね、文章的に若そうだから、若い頃のね、なんていうの、友達っていうのは、相当ね、大切だからね、うん、親友とね、仲良くして、うん。東京シエクラブが、相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ。男ならガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ私は物にできないわよ。